どうもーす。今日は普段あれですね、あまりご飯というものはあまり口にしないんですけど、今回ちょっと近くの雑貨屋さんで見つけたカレーにちょっと興味を持ちまして、まあこれですよね、これです、18禁カレー。この何ですかね、成人向けって書いて、なんかちょっとエロい感じするぐらいですけど、裏見ると痛いとか書いてるんです。これに挑戦してみたいと思います。完食できたらいいんですけどね。ではちょっと嫁さんに作ってもらいたいと思います。少々お待ちを。はい、お待たせしました。あ、すいません、私左利きなんで、おそらくご飯の位置が逆と思うんですけど、嫁さんに作ってもらったカレーがこんな感じです。まあ作ってもらったというより温めてもらったっていう感じですかね。見た感じはそんなに辛そうにないんですけど、今から食べてみたいと思います。では、いただきます。食レポは下手なんでね、ちょっと一応見せておきます。こんな感じね。いきます。これ味はレトルトカレーですね。でまあなんかチキンみたいなやつも入ってるんですけど、ただもう喋ってる間辛いんで、もういってもでいいですかね。すいません、いただきます。これ辛っ。なんかわけのわからん、何、どこここか、ジョロキアってやつですかね。なんかまあさっきちょっと食べらします。すいません。あんまり辛くないですね。もう少しです。もう少しです。全然辛くないでした。ないでしたっておかしいけど。若干泣いてます。すいません、おはようございました。ありがとうございます。あー、辛い。あー、飛んでる。ただいま完食しましたが、もう涙が出てますね。辛いというよりも痛いですね。食べ物で泣いたの初めてです。涙見えるかな、これ。
おー、痛い。まいった、ほら。汗見えますかね。もう早く食べても遅く食べても一緒な感じですね。明日は下痢です。間違いないです。お疲れ様でした。